シェーン・マイケル・ロビンソンはアメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身のプロ野球選手、右藤右内。現在は FA。2006年の MLB ドラフト5巡目でセントルイス・カージナルスから指名を受けてプロ入り。約3年間のマイナー生活を経て2009年5月7日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビューを果たした。2010年は 参加の AAA 級メンフィスレッドバーズでプレーし、メジャーへ昇格することはなかった。セントルイスカージナルス時代2012年より控え、外野手としてメジャーに定着し、各シーズンとも外野の3ポジションを守った。2014年11月19日に FA となった。2014年12月5日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。2015年は、 開幕25人枠入りした。8月8日のクリーブランド・インディアンス戦では8回裏に投手としてメジャー初登板し、1回を無失点で切り抜けた。最終的には83試合に出場し、自己最多の197打席に立った。打率250、自身3度目の16打点をマークした。守備では、 外野の3ポジションを守り、すべてで0以上の DRS を記録し、安定した能力を見せた。10月21日に40人枠から外れ、トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスに降格となり、翌22日に FA となった。2015年11月19日にインディアンスとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することに、 なったが、3月29日に自由契約となった。その後、3月31日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。開幕は、参加の AAA 級ソルトレイクビーズで迎えたが、5月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は65試合に出場して打率、173、1本塁打、10打点、3盗塁を記録した。 オフの11月22日にマイナー契約で再契約した。2017年5月31日にメジャー契約を結びアクティブロースター入りしたが11打数にあ安打と振るわずに6月9日にディーフとなり12日に40人枠を外れる形でトリプル A 級ソルトレークへ配属された。7月19日に再びメジャー契約を結びアクティブロースター入りした。 8月7日に再び DF となり10日に40人枠を外れる形でトリプル A 級ソルトレークへ配属された9月8日にサンタ度ビメジャー契約を結びアクティブロースター入りしたオフの11月3日に FA となったニューヨークヤンキース時代2018年2月22日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することに なった。開幕は、参加のトリプル a 級スクラントン・ウィルクスバリレールライダースで迎え、4月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが、12日にアーロン・ヒックスの故障者リストからの復帰に伴ってリーフとなり、15日にマイナー契約でトリプル a 級スクラントン・ウィルクスバリへ配属された。7月26日に再びメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。9月1日にリーフとなり、3日にマイナー契約でトリプル A 級スクラントンウィルクスバリーへ配属された。この年メジャーでは25試合に出場して打率。143、1本類打2打点、1盗塁を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月10日に FA となった。2018年12月20日にフィラデルフィアフィリーズと マイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は参加のトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスでプレーし、89試合に出場して打率、288、7本類打、31打点、8盗塁を記録した。オフの11月4日に FA となった。2019年オフは、 オーストラリアンベースボールリーグのメルボル運営シズに参加しチャンピオンシップシリーズ MVP を獲得。2020年1月22日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。11月2日に FA となった。ありがとうございます。